月を破壊し、来年3月には地球を破壊すると予告した超生物、コロ先生。コロ先生の首にかけられた賞金は100億円。暗殺を託されたのは僕ら、クヌギが丘中学校の落ちこぼれ、3年 E 組。通称、エンドの E 組。夏休みまでにコロ先生の弱点はいくつも掴んだものの、未だ決定的な暗殺には至らない。3年 E 組は暗殺教室。2学期を控え、修行のベルが今日も鳴る。ぬるふふふふふふ。君のことばかり思ってる。他のこと見えなくなってる。必ずそのハート射止める。誓う。いけてないのは古い話。惜しまぬ努力もしたんだし、無茶ぶりもクリアしてきたはず。いける。自信満ちる調子ついたその時。いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ。夏休み強化合宿、暗殺旅行の最終日。僕らは島での残り時間を満喫していた。肝試し？今からですか？ええー、真夏の夜にやることといったらこれでしょ。コロ先生が遊びたいだけなんでしょ。君たちと違って先生ずっと殻に閉じこもってましたから。せっかくの南の島なのに。肝試し面白そうじゃん。だな。でも怖いのやだな。平気平気、お化けはコロ先生だろ。そっか。ニュイヤニュイヤ。この時僕らは知らなかった。コロ先生には別の下難目的があったこと。場所はこの島の海底洞窟。出口まで男女ペアで抜けてください。なぎさ、平気だっけこういうの。うん、続々系は多分大丈夫。急にびっくり系が苦手だな。コロ先生のスピードだし、本気でビビらせに来られたらかなりヤバいね。あ、沖縄の三線の音。出た。ここは血塗られた悲劇の洞窟。琉球、かつて戦いに敗れた王族たちが非業の死を遂げた場所です。本当かな。多分リアリティ出すための作り話だよ。決して二人離れぬよう。一人になればさまよえる魂に取り殺されます。なんか意外に本格的かも。早く脱げよ、渚。うん。ここは血塗られた悲劇。次のペアへの同じ語りが聞こえてくるのがいかにもリアルだ。ねるふふふ。君たちは本当に強くなったが、そんな君たちにもまだまだ足りないものがある。それは恋愛スキャンダル。夏頃にはぼちぼちカップルが誕生してると踏んでましたが、君たちと来たら暗殺に夢中で点で浮いた話がない。ここらで一発、先生が恐怖で君たちの背中を押して男女をくっつけ、それをネタに冷やかしたり実録小説を書くのです。これぞ担任教師の粋な計らい。ぬるふふふふふ。
くないのが怖い？そう、あの時の渚くん見てさ、正直俺衝撃受けた。高岡を倒したことじゃない、倒した後だよ。全然怖くないんだ。喧嘩したら俺が 100% 勝てるけど、殺し屋にとってそんな勝敗何の意味もない。怖くないって実は一番怖いんだなって初めて思った。でも負けないけどね。先生の命をいただくのはこの俺だよ。はい、どっちが殺すか楽しみです。ところで肝試しとか言って実はくだらねえこと企んでるみたいなんだけど。いや、なかなかカップル成立しませんね。次のペアで必ずや。ここは血塗られた悲劇の洞窟、竜気…あー、化け物出た。子供の頃から夜道で会うとビビられてたわ。ついたあだ名がミス肝試し、日本代表よ。お前が楽しんならいいけどよ。なんですか今の例は。まさかガチ竜球のガチで、あーえー目がない。あーなんかヌルヌルに触れられた。えー日本人形、あー水木しげる大先生、あー限界のやろふるみだ。結局自分が一番恐怖を楽しんでるね。出ようかこのまま。面目ない、本当に面目ない。要するに怖がらせて吊り橋効果でカップル成立を狙ってたと。怖がらせる前に狙いがバレバレ。だって見たかったんだもん。手つないで照れる二人とか見てニヤニヤしたいじゃないですか。こら、不条理性行為とかしちゃダメですとか。泣き切れ入った。下水大人だ。そういうのはそっとしときなよ。うちらぐらいだと色恋沙汰とかつつかれるのを嫌がる子多いよ。みんながみんな下水わけじゃないんだからさ。中村さん、わかりました。何よ、肝試しったって結局誰もいないじゃない。怖がって損したわ。だからくっつくだけ無駄だと言っただろう。徹夜明けにはいいお荷物だ。うるさいわね、男でしょ。美女がいたら優しくエスコートしなさいよ。なあ、うすうす思ってたけど、ビッチ先生って、どうする。明日の朝帰るまで時間あるし。くっつけちゃいますか。結局みんなゲスかった。こうして最後の作戦が開始された。やってらんない、鈍感にも程があるわ。ビッチ先生意外だな、あんだけ男を自由自在に操るのに。自分の恋愛には点で奥手なのね。恋愛？冗談じゃない。え、違うんすか。あいつが世界クラスの堅物だから珍しかっただけよ。それでムキになって本気にさせようとしてる間に、そのうちこっちが、かわいいと思っちまった。なんか屈辱。なんでよ。ビッチ先生はこう見えて不器用な人だ。積み上げた経験が邪魔で気持ちに素直になれないんだろうな。よし、俺たちに任せろって。お、二人のためにセッティングしてやんぜ。いいね。あんたたち、では恋愛コンサルタント3年 E 組の会議を始めます。ノリノリね、タコ。同僚の恋を応援するのは当然です。女教師が男と溺れる愛欲の日々、甘酸っぱい純愛小説が書けそうです。明らかにエロ小説を構想してる。まずさ、ビーチ先生服の系統が悪いんだよ。そうそう、露出しときゃいいや的な。カラスマ先生みたいなお堅い日本人の好みじゃないよ。もっと清楚な感じで攻めないと。清楚か。清楚っつったらやっぱり神崎ちゃんか。昨日着てたの、乾いてたら貸してくんない？あ、ほら、服一つで清楚に。なんか逆にエロい。
そもそも全てのサイズが合わないっての。神崎さんがあんなエロい服着てたと思うと。もういいや、エロいのは仕方ない。大切なのは父よりも人間同士の相性よ。カラスマ先生の好みを知ってる人は？あ、そういえば以前テレビの CM のあの人のことベタ褒めしてた。俺の理想のタイプだって。彼女はいいぞ。顔つきも体つきも理想的だ。おまけに3人もいる。理想の戦力じゃねえか。じゃあ手料理とかどうですか。ホテルのディナーも豪華だけど、そこをあえて2人だけはカラスマ先生の好物で。カラスマ先生、ハンバーガーかカップ麺しか食ってんの見たことないぞ。なんかそれだと2人だけ不憫すぎるわ。付け入る隙がなさすぎる。なんかカラスマ先生に原因があるように思えてきたぞ。でしょでしょ。先生のおふざけも何度無情に流されたことか。打つ点なくしてカラスマ先生がディスられ始めた。とにかくディナーまでにできることは整えましょう。女子はスタイリングの手伝いを、男子は二人の席をムードよくセッティングです。はーい。みんなで食事と聞いたが、なんだこれは。カラスマ先生の席ありません。 E 組名物先生いびりです。先生方は邪魔なんで、外の席でどうぞ勝手に食べてください。なんなんだいきなり。最近の中学生の考えることはよくわからん。